千葉市によりますと昨年度の企業立地件数は41件で前の年度より1件増え2年連続で過去最多を更新しました内訳はオフィスビルに事業所を借りる形の賃借型が23件工場の新設などの所有型が15件 投資総額2億円以上の中小企業を対象とする累積投資型が3件となっています。業種別では製造業が9件と最も多く、次いで情報通信関連業が7件、運輸業などが6件と続いています。エリア別では幕張新都心が17件で、千葉駅周辺の千葉都心が7件、臨海部の新港地区が ななどとなっています市の補助制度は固定資産税、都市計画税に相当する金額を補助したり市民の新規雇用に対し1人最大60万円を支援したりするなど全国的にも手厚く昨年度は世界的な自動車メーカー、メルセデス・ベンツが日本法人の本社を幕張新都心に移転させました。 千葉市の神谷市長はきょうの記者会見で人材確保の優位性や東京へのアクセスが良い一方で十分な床面積を確保できると千葉市の良さを強調した上で次のように述べました。 引き続きです、ね、町橋市の立地へのメリットをしっかり企業の皆様にお伝えをさせていただいて、またあの現在ご紹介できる産業用地もかなり少なくなってきておりますので、新しい産業用地の整備、計画的に進めながら、可能性のある企業へのアプローチ、また関係先との情報交換をです、ね、積極的に継続させていただきまして、さらなる企業立地の実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。